皆さんこんにちは、レコピンです。今日はですね、ちょっとマジで悩みなんですけど、最近の私マジで太りまして、5キロくらい太った。たまにこの体重測ってるんですけど、マックスめちゃくちゃ調子良かった時は43キロだったんですよ。で、最近測った時に48くらいになって、マジでやばいなって思って。でも本当にお腹がマジでやばいの。なんかさ、冬だからさ、服着てるから、ニットとかだからさ、二の腕とかさ、お腹って見えないじゃん。だからもういいかなって思って、結構油断して、食べてたんですよ。いやでもね、ここ1週間くらいまた測ってないんで、また絶対太ってるはずなんですよね。なんで、ちょっと今日はね、ちょっと今日はね、もう痩せるために体重を公開しようと思います。ここまでしないと多分痩せらんないって思ってめちゃくちゃ嫌だけど体重公開します。あと全身のそのなんか体型も公開します。じゃあちょっと着替えますか。はい、これが今の全身です。なんか一見太ってないように見えない、一見太ってないように見えるんですけど、これちょっとね、この下っ腹がマジでやばくて、本当に。しかも私お酒飲むじゃないですか、お酒飲んで食べるからマジ本当にやばくて、なんかちょっとここマジやばい。ちょっといきますよ。これマジやばくない？しかもなんか最近若干筋トレをね、なんかサボってるんですよ。だからこう筋トレをさするとさ、こうちゃんとこうクッて上がるからこうなるんだけど、筋トレしてないからもうなんかこうお尻がこう前に出ちゃって、もうこういう感じになっちゃうのよ。でも今こんな感じなの。マジでやばい本当に。なんかこう体重じゃないとは思うんですけど、ぶっちゃけね、同じ体重でも多分筋トレしたら見え方めっちゃ変わると思うんですけど、ちょっともう本当にやばいんで、さすがに体重計乗ります。ちなみにこれは元彼さんがくれました。私のね、職業柄やっぱ体重は気にした方がいいだろうと、謎に別れる時に引っ越し祝いとしていただきました。ありがとうございます。では乗ってきます。これどうやってやんだっけ、これか。いやめっちゃ怖いんだけど、これ全部出るからね、体脂肪率とか体重とかも。にんにんに、いきます。超怖いんだけど。うわ、ほらー、やばいわ、出ました。はい、ということで出ましたね、体重。いやー、まあ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 、でも最後測ったのが1週間前で48キロだったんで、まあ1キロ増ということで。1週間でさ1キロ太ってたらさ、4週間あったら4キロ太んじゃん。やばくない？普通に。ってことでマジで痩せる、本当に。もう本当に痩せる、ここに誓います、マジで。これでもやっぱね、45キロくらいまでは落としたい。なんかね、やっぱ43キロだとちょっとこう体力がなさすぎて、なんか疲れるんですよ。疲れやすくて、すごい。だから45キロくらいがね、ちょうどいい説あって、なんでちょっと45キロを目指して頑張りますって。そうなんだけど、じゃあなんかね、さ、もうマジで思うのが、あれなんですよ、めっちゃご飯食べんの最近。貧困になってからマジでめっちゃご飯食べんの。多分なんか要因は2つあって、なんかまず彼氏と別れて寂しい、シンプルに寂しいで、なんか友達もそんなにいないし、なんか仕事とかも動画作るのにもさ、いつも一人だしさ、編集も自分でやってるしさ、なんかあんま人と会わないんですよ。だからなんかこう自分のタイミングで食べれちゃうってのもそうだし、とにかく寂しい。夜前さ一緒に住んでたしさ、めっちゃ寂しいんですよ今で。それで食べちゃう、なんか夜。あとお腹、なんだろうね、満たそうと思うと炭水化物食べちゃうんですよね。なんかそこが本当は炭水化物ってか、ご飯の量がめちゃくちゃ増えて、私まあ基本ご飯派なんですけど、ご飯茶碗2杯食べるんです最近、マジで。いやマジちょっとやばいんだろうなと思ってたんですけど、
それが原因ですね、当たり前に。本当はそのご飯一杯分をね、野菜とかサラダに変えて、まあ卵とお肉とか、まあまあタンパク質取りながらご飯も食べて、バランスよく食べるのが一番いいの。なんか人ってバランスが悪くなると、なんか栄養価が足りてないってなんか頭が認識しちゃって、なんかもう永遠に食べようとしたんだって。だからさ、ポテチとかさ、もうずっと食べれちゃうじゃん。あれって糖質は取ってるけど、タンパク質とかあとビタミンが足りてないから、そのビタミンを補おうって頭が反応して食べ続けられるんだって。だそれじゃんって思って。だからさ、貧困じゃん。だからさ、毎回毎回さ、なんかこうちゃんとお肉を食べるとか、ちゃんとなんだ野菜食べるとか、なんか魚食べるとかできないわけよ、ぶっちゃけ。だからこうなったと思うの。あと寂しさね。だからさ、ちょっとさ、なんか工夫しなきゃなって思った。なんか自分の中でさ、やっぱさ、こうやって前に出る立場の人間だから、ちゃんとしなきゃなって思うんですよ。まあ、自分がその制作側とかだった、裏方側だったりさ、見られる立場の仕事じゃなかったら別にいいんですけど、少なからずさ、前に出る人じゃん、表に出る人だからまあちゃんとしなきゃって思って、交際費とかにもお金使ってたんですよ、ぶっちゃけ。なんかそうそう、人と会うのにもさ、お金かかるじゃん。いや、ちょっともうそれをちょっとね、減らして、自分の食費ってか食生活をちょっと充実させるのにお金は使っていこうかなと思います。服も欲しいしさ、なんかさ、いろいろ欲しいじゃないですか、本当は。ぶっちゃけ26歳、女子、東京住み、周りはみんなおしゃれしてさ、なんか表参道とか歩いてるわけですよ。私だっておしゃれしたいしさ、なんか可愛くしたいじゃん。なんかこの太ってから、なんか肌が荒れた気がして、しかもこの前すっごいね、胃の調子がめちゃくちゃ悪くて、でも別に飲み過ぎとかじゃないの、多分食べ過ぎで、なんかみんなにすごい心配させちゃってなんかデコさんはなんか真面目だからストレス抱えて、なんかお腹の調子が悪くなっちゃったのかなとかめっちゃ言ってくれたね、ファンの方とかいるんですけど、あのね、すいません、食べ過ぎです、多分食べ過ぎで胃が荒れてます。はい、いや、なんでもう本当にちょっと食生活頑張る、マジで。なんかもう筋トレよりもね、多分もうほぼ食生活なんですよ、体型って。これもうね、分かってる、私は検証済み。本当に今までもそういうさ、水着の撮影とかするにもさ、まあ調整するわけですよ、少なからず。でその時にもやっぱね、筋トレもあるけど、やっぱね、基本食生活なんで、もう食生活頑張るよ本当に。だからさ、今までさ、ショートとかでさ、貧困でもさ、なんか食べれる、なんだ、ズボラ貧乏飯みたいなやつだけど、ちょっとさ、貧乏でもさ、なんか痩せれるダイエット飯とかに変えようかなと思って。もう無理だわ本当に。 あのご飯食べしたらマジ太る。体重49キロね、まあ、ね、まあ、45キロまで落とすと、まあ、1ヶ月かな、目安。今日が1月29日なんで、1ヶ月後に、まあ、5キロ落とせるかな。3キロ落とす、一旦3キロ落としとく。まあ、なんでとりあえず一旦1ヶ月後にまた動画出します。ちゃんと責任持って出します。これでもう逆に太ってたり全く値が変わってなかったら、なんだろうね、フルマラソンとか出てみるなんかさ、そういうのをさ、貸した方がさ、頑張れるじゃん。私走るのあんま好きじゃないからさ、ランニングがすごい苦手なんですよ。はい、わかった。じゃあもう宣言します。来月この動画を撮るまでにマイナス3キロ、46キロかな、46キロまで落ちてなかったら駒沢公園5周します。でも頑張るわ、それくらいの勢いで頑張ります。はい、なんでまた来月報告します。そんな感じで動画終わります。じゃあまた来月お会いしましょう。